はい、徳者です。6時の男、徳者です。はい、歌います。エントリーナンバー1番、徳者、歌います。笑顔、徳大ちゃん、歌います。叶いもしない夢を見るのはもうやめにすることにしたんだから、今度はこの冴えない現実を夢みたいに塗り替えて行けばいいさ、そう思ってんだ、変えていくんだ、パッパッパッパ、でも何度でも何度でも僕は生まれ変わっていく、そしていつか君と見た夢の続きを、ファッファッファッファ、暗闇から僕を呼ぶ明日の声に耳を澄ませ、そうだまだ心に描きたい未来がある。はい、報告です。僕、朝一のジュースにこれを買いました。パワードリンク、パワードリンク買いました。しかし、その前にアカネに出ましたんだ。アカネチアーズ55のアカネっていう、もうやめちゃった子いるんだけど、その子に出まして、4回指名したら1回デートするって約束だったんですけど、その約束破ってあいつ逃げました。だから留守電で、おはようございます、留守電で入れてデートしろよと入れておきました。はい、だからアカネはその寸前にアカネと話したせいか、アカネに電話しても電話したせいか、このパワードリンク、アカネこれ冗談じゃなくて本当にアカネんだ、勝てんだ、アカネと、アカネ、だから、開かないから、MMA を買い直しました。あったかいんだから、ウェイ。今日もテンションフルマックス、高いでございます。つくしの子が、なしで顔を出します。もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみませんか。これはドヤ顔です。はい。多分ですけど、あ、ちょっと、真面目な語りは別のフレーズにしよっかな。いや、言っちゃおう。多分ですけど、よく言うじゃないですか。本当の自分はこんなんじゃないって。本当の自分なんて、合ってないようなものです。その理由をご説明しましょう。例えば、クイズで ABC どれって答えられるんじゃないですか。で、A って答えるんじゃないですか。で、ブーって言われたりするんじゃないですか。で、その時に、本当の自分は B と思ってたんだよねとか、本当の自分は C と思ってたんだよねとか言ったって、そんなの採用されねえじゃん。つまりは、そういう本当の自分シリーズは意味ねえところです。言葉にしたのが一番です。だからよく思考が大事って言いますけど、思考は二の次です。二番目です。一番は言葉です。言葉、ありがとうという言葉言わなきゃ伝わりません。ゆえに俺達夫に言ったんだ、世紀末救世主達夫、お母ちゃんも達夫に言ったんだ、お前おやじさんにありがとうって言えよって言葉にして、そしたら達夫なんて言ったと思う。あいつはやっぱ救世主らしく、言わなくたって分かってるよ、言わなくたって伝わってるよ、ねえ恥ずかしくて言えねえよ、分かってるよ、バカ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 、よっしゃ、つくしい、おはようございます。よし、行くぜ、無限大の彼方へ、セブン。